どうもエミちゃんの部屋へようこそ。今日もう超豪華版なんだけど、初のね、ちょっとゲストをお招きしたいと思います。エイムスプロダクション代表のアキオくんです。カモン。よろしくお願いします。ハロー。友達なんだけどね。そうなんですね。よろしくお願いします。ちょっとね、はい、ちょっとじゃあちょっと急遽呼ばれたんで、めちゃくちゃ昨日だもん。昨日やんないって言って、はい、本当ですよ。めちゃくちゃ緊張してますよ。嘘、私の方が緊張してるんだけど、はい、今日こういろいろちょっと話聞きたくって、なんかまずさ、モデルだったんだけど事務所を立ち上げたじゃない。はい。それはどうしてこうやろうと思ったのかなっていうのを教えたくて。そうですね、まあもともとモデルをやっていて、全然事務所を立ち上げたいとか、その、まあ、経営者とかそういうふうになろうと思ってたわけではないんですけど、まあ、なんかたまたま事務所を移籍したいなって思うタイミングがあって、まあ、30歳とかその分岐点じゃないんですけど、そういうのがあって、で天の声というか指令からやってみたらいいじゃん自分でといただいて、あ、それも分かん、まあ、右も左も分かんないわけではないから、まあ、やってみるのもありかなと思って、やっちゃえって。いいね。やっちゃえって。やっちゃえから始まって、立ち上げて、はい、今ではね、もう所属のモデルさんもいっぱいいるし、事務所も構えて、で、この自社のスタジオもあって、そうですね、今日、はい、エイムスプロダクションの事務所で、スタジオで撮らせていただいてます。うん、で、あのまあ社長業もしながら、最近はカメラ、カメラスチールも撮るし動画もいろいろ撮ってるんだよね。そうなんです。最近は趣味の領域を超えて、映像制作も、ね、はい、勉強しながらですけど今、撮らせていただいて、なんかそれ自分でやっぱ何でもやった方がもう絶対良くないってことで始めたの。それ、そうですね、まあ、結局事務所を立ち上げる段階で、もう自分であのモデルのポートフォリオとか、まあ、宣材写真とかを、まあ、撮るようにしてたので、レタッチとかもできちゃった方が早いし、確かに最初は本当になんかクオリティよりも、まあ、数をこなしてたんですけど、やっぱやっていくうちにカメラもどんどんいいのがやっぱあった方がいいなと思ったり、まあ、もちろんクオリティも撮っていけばどんどん上がってきて、モデルの話をしちゃうと動画がマスト提出であったりとか、やっぱ自己紹介からプロモーションムービーがある人が強い時代になってきて、まあ、コロナもあって接触ができない、うん、じゃあどうする、動画でいいんじゃない、うん、っていうのが昔よりもすごく強い時代になってきて、うん、まあ、やっぱり YouTuber、 よく YouTube もやっぱ主流になってきてるんで、うん、まあ、そういった面で自分で動画撮れちゃった方が早いんじゃね、仕事にもつながっていくし、自分の会社のモデルさんたちのアピールもできるし、まあ、本当いいよね。いや本当そうなんですよね。こうね、機材をね、アキオくんめっちゃ揃えてて、なんかこうで、お気に入りのカメラ、これ何使ってるか教えてくれる？これはソニーさんがお出ししてる、アルファシリーズのアルファ7-3っていうカメラを使わせてもらってて、まあ、スチールも動画もいけちゃう万能のやつを、いいね、両方撮れるから。そうです、そうです。で、今この動画を撮ってるカメラもソニーを使ってるんだよね。そうです。これは撮ってるのは、α7S2 っていう、まあ、ちょっと結構動画に特化したものを使わせてもらってます、α のシリーズで、α のシリーズで、それの種類の中でいろんな動画にがメインだよとか、どっちも撮れるとかいろいろあるみたいで、なんかね、聞いててすごい面白い、勉強になります。まあ僕もね、YouTube から得た知識ではあるんですけど。そうなんだ。だからやっぱあれだよね、アキオくんの話を聞いて思ったのは、やっぱさ、みんなこう起業しようとか、じゃあカメラマンになろうとかさ、動画やろうとかなった時に、まずスクールに行こうとかさ、カメラマンだったら弟子についてとか、いろんなさ、こう下積みっていうイメージがすごくあって、で、な、起業にしてもお金めっちゃかかるんじゃないかとかさ、こうなんか踏み出せない気持ちがあるじゃん。でもそれをとりあえずこう最初のやっちゃえっていう勢いと、あとはまあ独学っていうか、その YouTube で調べればさ、まあ、いくらでもプロの人が無料で教えてるものもあるから、それを取り込んで
やってみるっていう、なんかそれは勉強になりますね。めちゃくちゃ大事、うん、めちゃくちゃ大事ですよ、うん、あとやる気だねって感じ。そうそう、やっぱね、やる人はいるっすけど、うんうん、やって終わっちゃう最初だけ、うん、続かなかったりとかしちゃうっすけど、うんうん、やっぱりこうやることは誰でもできるんで、うん、やっぱ続けることとかをやっぱすごく大事だし、うん、やっぱ動くこと、うん、なんかやろうって言ってたら、うん、カメラ買って、うん、撮らないで終わってじゃなくて、時間作って人を撮るのでもそうだし、うん、なんかちょっと街中に出て動画を撮ってみるとか、うんうんうん、でも YouTube で学んだことを真似して一回やってみて、うん、編集もやってみたりとか、うん、まあ、そこまでやらないと意味がなかったりするから、うん、とりあえずやればいいから、うん、そこから先をどん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 追求していきたいなっていうすごい気持ちはあります。なんかそれ話聞いてるとさ、すごいあ簡単そうじゃんって思うんだけど意外とさ、こうやる気を継続させるのってすごい大変じゃん、うん、で特にコロナでなんかこう気持ちがさへこんじゃったりね、なんかこうやる気出なくなっちゃったりする時期もいろいろあったりする中で、こうずっとやる気をこう高くキープするさ秘訣というか、そのモチベーションってどういうところから来てるの、うん、モデルがオーディションだったりとかお仕事を取ってきたっていうのがやっぱり増えてくると、うん、やっぱどん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 いいの撮りたいとか、うん、もっともっとかっこいいものを作ろうとか、うん、っていう風にモチベーションがどんどん上がってくるんで、やっぱモデルがどんどん頑張って書類が通った、うん、撮影決まったっていうのをどんどん聞くのを増えると嬉しいし、うん、やっぱモデルたちも嬉しいじゃないですか、うん、やっぱ仕事が決まって撮影を望めるっていうのは、まあ、そういうのをどんどんモチベーションに変えて、もうどんどん新しいの新しいのって、うん、撮るようにモチベーションを持ってますね、うん。じゃあやっぱり今抱えてるモデルさんたちもこうプッシュしていきたいし、彼らの成功も願ってるから、そういう彼らの頑張りからもこうモチベーションをもらえるっていう感じ。そうです、うんうんうん、やっぱり僕一人じゃ何もできないんで、うんうん、モデルさんの頑張りも必要だし、でやっぱ彼女たち彼らたちがこう積極的に動いてくれると、やっぱ僕のモチベーションにもなるので、うんうん、じゃあ、まあこれからさ、なんかこう起業したいとか、なんかカメラやってみたいとかさ、モデルしてみたいとか、いろんなこうやりたいけど一歩踏み出せない人って多分いっぱいいると思うんだけど、なんかそういう人たちに向けてなんかこういうのいいんじゃないみたいな、なんかあります？そう、まあでもさっきの話の中で出たように、本当に今なんて携帯でもそうだし見れちゃう時代なんで、とりあえずやってみることが多分いいのかなと思ってて、で失敗してもいいと思うし、トライアンドエラーってよく言うんですけど、やっぱりトライしてみてミスして、あ、ここが良くなかったらじゃあこうしようって、どん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 次のレベルに上がっていけるんで、学校行くこともありだと思うし、 YouTube で勉強することもありだと思うし、ちょっとした機材から始めるのもありだと思う。これはもう自分に合ったものを自分がやってみて探すで、あ、俺はこれが向いてるな、私はこれがいいかもっていうのをどんどん見つけて、トライしてって、うん、ミスして、うん、っていうのはやっぱ早い方がいいので、うん、もう若いうちからどん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 もうネット社会になってきてるんで、うん、それは自分のやれることをもうどんどん見つけてやっていくのがいいのかなと。いいね、秋尾先生すごい学んでるんだけど、いやいやいや、なんか見てくれてる人もさ、多分うんうんだよねだよねって思ってる人いると思う、絶対。いやいや、すいません、なんかこんな僕がこんな偉そうに喋っちゃって。いやいや、本当に、まあ、でも友達だからこうちょっとラフにね、いろいろ聞いたりしたんだけど、なんか勉強になりましたって感じで。僕もまだまだ勉強の身なので、一緒にいろいろやっていこう、いろいろやっていきましょう。でね、ちょっと紹介したい子がいるんだけど、ももかちゃん、ももかちゃん、椅子あります？知らない。ハロー、はい、あのね、今日一緒に3人で撮影してたんだけど、はい、メイクのももかちゃんで、ももかです、よろしくお願いします。まだ23歳。はい、若いです。でね、今度ね、ももかちゃんとね、はい、一緒にちょっとメイク動画とかもやってみようかなと思ってるんで、はい、ぜひ見てください。はい、じゃあまたね。ありがとうございました。ピース。終わり方のラフさよ。やばい。ありがとうございます。